お世話になります。一人でございます。今回はまたイベント大量発生が始まりましたので、やっていきたいなと思います。今回出現するポケモンはですね、カイデン、リオル、キュアワーという感じでございます。なんか共通点めっちゃなさそうな感じだけど。で、今回の、大量発生では、色違いがね、出会いやすくなってるやつなので、かなり確率アップしてる、めっちゃいいタイプのイベント大量発生ですね。で、さらに今回は、色違いの確率上がってるだけでなく、紅葉の証を持ったポケモンも出会いやすくなってるということなので、このイベント大量発生の中で、さらにいい中のさらにいいやつ、っていう感じとなっております。ということで、いかにこのね色違いが簡単に捕まえられるかってことを示すために、それぞれ1匹ずつね色違いゲットしていきたいなと思います。いきましょう。インターネット接続していきますよ。はい、じゃあまずはパルデアではね、カイデンが出るということで、カイデンちゃんと出てますね。こんな感じで出ておりますと。ここ行ってみるか。いないじゃん。あれ、ちょっとこれよくわかんねえから、ここ行くか。あれ、カイデンはどこですか。あ、いた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 。ここでやっていきましょうか、じゃあ。はい。まずは、色違いの確率を上げるために倒していきます。レッツゴーでね。あ、色違い来た？もしかして、もう。オッケー、来たー！色違い！全然見分けられなかった。早すぎだろ、くんの。普通にさらに少なくなってきたが表示されてたと思うんで、今それで出てきましたね。何のスパイスもつけずに自然に出てきた。よかった、この見分けにくいやつですぐ出てきてよかったですね。やっぱすごいわこのやつ。このイベント大量発生すごすぎる。はい、4マーマーだから8マーですね。はい、それでなんか全然色違いか分かんねえ。まあちょっと赤っぽくなってる感じかな。まあ本当にわかんない。すぐ電気ショック、電光石火水バム、特性風力電気、風技を受けると、充電状態になるやつで、あー、証ついてない。まあ今回イベント大量発生でつきやすくはなっていますけど、証その証って言ってもね、まあなんか気持ちつきやすくなってるだけみたいな感じですからね。今までは何回もやってきましたけど、対象の証がついたことほぼないんでね、私。はい、じゃあ次はリオル行きましょうか。ここで行くか。はい、またレッツゴーで倒して色違いの確率上げていきます。さっきその過程出ちゃったけど。はい、まあ、やっていきましょう。あ、来た来た、色違い来た、色違い来た。早っ！また来たよ。またレッツゴーの途中で来た。普通にいてすごいわ。こんな色違うやつが。普通にその辺歩いてすごい楽すぎない。スパイスなしでまたレッツゴー中に出るっていう。色違いの捕まえ方解説しようと思ったのに全然解説できてないわ。3、4分で出てたね。はい、3マーマーだから6マーですね。はい、でリオル、いい色、めっちゃいい色。手助け、まねっこ、命がけ、起死回生、特性精神力、証ついてるか。ちなみに意地っ張りじゃん。ついてるか？ついてなーい。じゃあ、ラスト、キュアワー行きましょうか。はい、キュアワー。まずは、倒してね。色違いの確率上げていきましょう。行くぞ。はい、さらに少なくなってきたが表示されたら、そこから、さらに10匹ぐらいね、倒していきます。はい、倒したらば、レポート書きまして、ピクニックをして料理を作っていきます。レシピは、トマト、まあ自分は余ってる甘々でいきますが、無論でデカデカチビチビを狙った、スパイスの組み合わせでもいいと思います。遭遇バーは大量発生なので必要ないんで、まあそこはお好みで。はい、そしたらあとは、どうやるかはお好みですが、レッツゴーでやるなり、ピクニックでね、リセットして厳選するなりするのがいいと思います。ちょっとね、こいつね、色違いの見分け自体は多分できると思うんですけど、ちっちゃいからね、ちょっとめんどくさいかなっていうのはあるんですが、まあちょっと私は、ピクニック厳選でちょっとしばらくやってみようかなと思います。
ん、これそうじゃね、これそうじゃね、違うかな、来たー、ようやく来たー。多分これ輝きない状態だと思うわ。ちょっと前にちょうど切れてリセットしようと思ったところに出たから、実質輝きなしで出たなこれ。多分最後だけむっちゃ運悪いなと思ったけど、逆に運良かったのかもしんねえ。いけクイックボール、よっしゃー。いやでもこんな時間かかることあんだな。逆にさっきまでむっちゃ早く出たのに最後30分以上かかった。30分で1匹出ないって相当出る確率低くないか。普通のポケモンだって30分に1匹は出るぞ。だってちゃんと大量発生でやれば、てか大量発生でやんなくても30分で1匹ぐらいだったら出んのに。ちょっと今回運悪かったね。はい、3マーマーだから6マーですね。はい、キュアは。まあ、こいつ色違いでも分かりましたわ、普通に。明らかに違うから。じゃれつく甘い香りが花びらの甘いグラスフィールド、ヒーリングシフト、回復技を先制で出すことができる。あ、意地っ張りだ、また。あー、もう証はついてない。証つかないじゃん。だからやっぱ、対象のやつの証はね、ちょっと無理そうだね。まあ、ちゅうことで、まあ、1時間もかからずね、回電リオル、キュアはの色違いゲットできましたので、皆さんもぜひやってみてください。